皆さんこんにちは。マコパグ TV のサラとウタです。はい、今回はですね、大分県由布院町にある名園と名水のお宿梅園さんに、今回は宿泊に来ました。楽しみ、ね、旅館ってすごくあんまり泊まることなかったので、久しぶり、なんか3年ぶりとか、うん、そうだね、うん、で今回はですね、こちらの由布院にある梅園さんをご紹介していきたいと思います。はい、それではレッツゴー、行ってきます。はい、お邪魔します。あ、素敵なとこやね。水出しのお茶とですね、和菓子でございます。ありがとうございます。こっちがリンゴで、ピンク、赤い方がリンゴで、こっちがお芋、お芋の和菓子だそうです。これ下げます。あ、水出しのお茶すごい美味しいね。冷たくて美味しそう。まあ、なんかちょっと緑茶の冷たいやつ。ほんのり甘い緑茶って感じ。じゃあこの和菓子を食べたいと思います。なんか入ってるリンゴ、なんかほら、うん、いただきます。すごい、リンゴだ、リンゴだ。じゃあ私もいただいてみます。いきます。とっても甘くて美味しい、上品な味がする。楽しみやな。ふーちゃん今日離れのお部屋だって、うん、今日はね、その水無月のお部屋に泊まらせていただきます。ここは何言ったの？ベッド、ベッドだね。うん、こちらはベッドルーム、シングルが2つって感じかな。うん、お、見てください。でこちらが、あの、これこっちからも行けるし、向こうからも10畳、10畳あるね。10畳のお部屋です。はい、こちらが洗面所になっています。ドライヤーとコップとアメニティとタオルとハンドソープ。
よっしゃ、はい、行きます。はい、じゃあ今からね、家族湯に行きたいと思いますよ。はい、はい、家族湯。おいで。はい、お邪魔します。すごいベビーベッドがついてね、すごく広々とした家族湯です。さあちょっと中入ってみましょう。おー、広い、とても広いお風呂。ここが洗い場になっています。2つね、シャワーがついてるので、もうほんと大人ここ4人どころじゃないな、相当入れる。めちゃくちゃ広いな、ここの家族風呂。あるということなので、またそちらはね、後でまた撮影しに行きたいと思います。お、あったかい、気持ちいい、気持ちいい、あったかくて気持ちいい。わー、すごい。ちょっと暑いぐらいでちょうどいい。これ秋、紅葉の時期とかすごいんだろうな。結構サラサラしたお湯、トロトロではないね。めっちゃ広い。こんなお風呂をね、独り占めできるなんて最高だな。上がりました。上がりました。気持ちよかった。浴衣に着替えました。はい、気持ちよかった。気持ちよかったね。離れがね、離れの部屋がいっぱいある、はあ、気持ちがいいね。これもみじ11月ぐらいになったら綺麗なんだろうな。はい、じゃあちょっと夕食前のお散歩したいと思います。はい、はい。なんか和風亭って久しぶりだからね。下駄履くのも、そうだね。ほら、足元のこの明かりとかがとても風情があって素敵なお庭です。ね、あ、大浴場の案内があるよ。ここもいいね、本当。本当よ。
り。今からちょうど6時になったのでご飯を食べに行きます。食事どころかな。あ、すごい。わあ、すごい。テーブルテーブルから座ったら足が痛い。そうやな。すごいな。すごいな。おしゃれだな。いい仕立てるわ。じいちゃんよかったな。乾杯。梅酒いただきます。やっぱ置いたカボスだからね、カボスのサワーね。お、カボス入ってる。いい感じ。はい。バーバと一緒に夜の大浴場に向かいたいと思います。なんかすごい広いらしいよ。うん、楽しみやな。ねえ、どのくらい広いのかな。結構ここ広大な敷地やな。うん、あ、この足元のこの明かりが助かるね。かわいいね。かわいい、すごくおしゃれで。
お邪魔しています。はい、で今ね、お風呂入って、夕飯も食べて、ね、帰ってきたらこうお布団がお布団を敷いてくれていたということでね、はい、今日一日が終わろうとしています。早かった。どうやった？旅館はどう？温泉が気持ちよかった。あ、温泉気持ちいいな。温泉がもっとお湯がちょうどよくてハマった。すごい広々とした温泉で最高やな。で食事もとっても美味しかったです。ちょっとホテルとかとはね、ちょっと違う、うん、違うサービスが受けられるので、旅館の楽しさもね、旅館の良さも今回は満喫できたんじゃないかなと思います。はい、またね、こういう旅館っていうのはね、あの朝食がすっごい美味しいから、明日の朝ごはん楽しみにしててね。ね、じゃあ今日はもう疲れたので就寝したいと思います。はい、おやすみ。また明日。はい、おやすみ。5時からやってるということなので、朝一番風呂に入りに行こう。レッツゴー。行ってきます。一番風呂です。すただ朝食にね、行こうと思うよ。どんぐり発見。夕食のような朝食やな、うん、夕食のような朝食が出てきたよ。朝はフリードリンクになっているようで、これはコーヒーエスプレッソアメリカーノ、紅茶関係ですね。ダージリンのアールグレイ、ほうじ茶、煎茶まである。牛乳とオレンジジュースと野菜ジュースがある。あとお水。ご飯はオープン。わすごい。
地みたい。4月の上旬ごろ、白い花を咲かせるそうです。今回は名園と名水の宿梅園さんに一泊二日でお邪魔しました。はい、今回はね、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に、家族総出でちょっとおじいちゃんの退院祝いということでお邪魔しました。はいはい、もう自然豊かで、もうほんといっぱい緑があって、うん、美味しくてたくさん出て、なんかもう自然がすごく感じられて最高でした。そうだね、由布岳が、そうやな、由布岳が見えるあの家族風呂だったし、家族風呂何回入ったかな。お風呂全部で3回ぐらい入りましたね。朝風呂とっても気持ちよかったです。はい、皆さんも名園と名水の宿、梅園さんに宿泊しに来てください。はーい、マコパグ TV ではこれからも大分の観光スポットやグルメ情報をたくさん上げていくので、ぜひそちらも見てください。はい、はい、それではまた次回のマコパグ TV もお楽しみに。バイバーイ。